えもしみゆきが他の人を好きになったらあ、うん、まあ嫌は嫌だけど、うん、まあそういう人の気持ちっていうのは、まあしょうがないところでもあるから、うん、まあしょうがないかな。<laughs> いやいや、嫌だよ。嫌だっていうのはちゃんと言ってんじゃん。え、なにそういう質問してくるってことは、そういう可能性があるってこと 他の人を好きになる可能性あるってことないでしょじゃあ考えなくていいじゃん、そんなこと。来週の日曜。え、なんだっけあー、付き合って半年記念日か。<laughs> そうなんだ。あー、でも、サークル入れちゃってるな。え、なんかすんの あじゃあちょっと遅くなっちゃうけど、サークルの後でもいい <laughs> えええ、え、え、なんでそんな不機嫌になるいやいや、いや,だ,いやだってさ、いや、一年記念日とかならわかるよ。でも、半年の記念で何かするとか思わないじゃん。え、これはしょうがなくないこれは人それぞれの考え方だからなえもっと悩み事とかを相談してほしい。 ああ、俺の悩みをみゆきにあーあ、いや、みゆきに言ってないとかじゃなくて、もともとね、俺あんま人にそういうの相談するタイプじゃないんだよね。そう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 。つうかね、そもそもね、悩みがない。<laughs> みんなちょっと悩み聞いてもらっていいあいやいやいや、みゆきのことじゃない。そこは一つも悩んでない。<laughs> いや、俺結局さ、どういう仕事が向いてんのかなと思ってさ、みゆきの気持ち 考えたことあるよ、もちろん。当たり前じゃん。いや、でも100%はわかんないよ。いやいや、それは、それはわかんないってだ。分かってほしいかもしんないけど、それはだって、所詮は他人だからないや、ごめんごめんごめん。じゃじゃい,い今の言い方は悪かったかもしんないけど、いやいや、でも、いや、俺はそういう考え方だから。いや、身内同行じゃなくて、さ、親に対しても、 友達に対しても、うん、所詮は他人だから100%は分かり合えないよっていう。それは俺の考え方だからさ。そこは価値観の違いとしか言いようがないけどなでも考えようとはしてるじゃん。でしょいや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 、好きだよ。好きだから付き合ってんじゃん <laughs> いやいやいや。めんどくさくなってないけど、だって最近そういう質問ばっかじゃん。 そういう質問ばっかされる俺の気持ちにもなってよ。でしょもう会ってる時ぐらいさ、楽しい話しようよ。就職あいや、都内は考えてないよ。とりあえず地元は帰ろうと思ってる。みゆきは東京だよね。いいよね、東京の人は。まじ羨ましいわ。んど、ど、どうするつもりん何をああ、俺らのこと あー、うーん。まあ、でも遠距離は厳しいよね。<laughs> 無理でしょ、だって。いやいやいや、いや、これ気持ちの問題とかじゃなくて、現実的に考えてさ、今こんだけ喧嘩してんのに遠距離になったらやってけなくない <laughs> やってけると思う、逆に。<laughs> ああそうそうそう、別れたよ、みゆきと。 うん、いやなんか、急に別れたいとか言われて。マジ急だった。そうそう、あと一年ぐらいで卒業なのにね。なんでこのタイミングで別れたいのか。うーん、やっぱ何考えてるか分かんないよね、女ってね。 いやーまあいろいろあったけど、こうやって結婚20周年迎えられてよかったね、エリコ。まあこれからも、お互いね、助け合って。え他に好きな人ができたから、別れてほしい <laughs> あっ、何を言ってるかな